手なき戦を繰り返し、どこの国も、いや天下そのものが疲れ切っておる。ここいらで乱世に幕を引かねばなるまいの。諸葛亮の考えも同じじゃ。大規模な軍を起こし、義の政党に向かい寄った。だが時を同じくして、呉の大軍が我が白帝城に攻めてきよった。こちらが手薄になった隙を狙うとは、迷いは飛んで火にいるなんとやらだ。打ち滅ぼして一気に乱世の幕を引いてやるわ。天下三分の形があまりにも長い間続いてしまいました。我が国の運気があるうちに葬儀と尊厳を打たねばなりません。次の戦は白帝城での防衛戦となります。甲冑殿は全軍の先頭でその武を振るい、我が軍の士気を高めてください。頼みましたよ。私はゆえあって戦場へは向かえませんが、この時のためにいくつか策を打っておきました。この戦で逆に孫悟を打ち滅ぼしましょう。聖祭、そなたまでも戦場に立つことはないであろう。いえ、戦います。父上やみんなが守ってきた職ですから大丈夫です。龍禅様は私がお守りします。が築いてきた国を守るため、皆私に力を貸してほしい。おのぼん、命がけで守る。行くぞ娘か。はい、お役目果たしましょう。馬長殿は攻め寄せる敵を迎撃してください。私は八陣内の敵を撃ちます。承知、牙むくものすべて我が槍で薙ぎ払おう。終わりかよ。くそ、くそ、打ち取ったれや。敵将は打ち取ったれや。
てるわけども。さて散らすは本望よ。敵将は討ち取ったれや。ここはもう良いじゃろう。敵本陣を叩く。のこのこ倒されに来たか。行くぞ。一人か。いい度胸だ。俺も負けてられんな。諸君は俺たちの国、俺たちが守るんだ。守るんだ、勝ち取るんだ、新しい世。諸君万歳。進め進め、諸君万歳。行け、乱世を超える情熱たちよ。お主らの道の露払い、この老骨が務め上げようぞ。終わりかよ。敵将は討ち取ったれや。敵将は討ち取ったれや。孫悟の兵は罪なき民をも手にかけるか。ここで立たねば三つ子の徳に背くも同じ。正義の刃、受けてみよう。そうする。あ、孫権の旗印が消えた。私の部の全てで貴様を倒す。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。さあ、正々堂々と
くのじゃ。負けてられんな。来た。裏切ってしまうのか。敵将は打ち取ったれ。周辺の敵は一掃した。敵本陣を目指すぞ。敵将は撃ち取ったれ。おっと、少々遅くなっちまったか。今お前の前に立つのは孫忠謀ではなく孫悟三代の志を返り討ちにしてやる。勢いを止めるな。このまま孫権を撃つ。敵将は撃ち取ったれ。孫家三代の志、刃と化して戦おう。志だけ立派なコアッパが燃えるでないわ。敵将は撃ち取ったれ。白帝城を守り抜き孫権を討ち果たすことができた。皆の働きと父上の加護のおかげだ。私は何もできなかった。これからは私も皆のように強くならねばならぬ。父上たちが命を賭して作った国を守るために皆も引き続き力を貸してくれ。新しい護衛武将が仕官してきたようだな。この護衛武将はその際一国を制し晩年傑物と称される人物のようじゃな。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、
あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。甲冑、あざなは甘藷、南陽軍の人。はじめ劉表に仕えて調査を守り、劉表の死後は勸玄に仕え、武芸達者で弓術の名人だったが、晩年にようやく名を上げる機会を得た。劉備が慶州南部を平定したのを機に劉備に帰順する。弱い60を超え、ようやく生涯の主君を得た甲冑は、老齢ながらも先陣を切って戦場を駆け、目覚ましい活躍を見せた。建安24年、蜀魏の甘冑争奪戦が始まる。劉備の命を受けて帝軍山に進攻した甲冑は、先に甘冑を攻略して守備していた魏の名将夏侯淵と対陣した。山上に陣を敷いた甲冑の部隊は、機を見て一斉に駆け下ると敵本陣を急襲する。息上がる甲冑勢は敵を圧倒し、ついには夏侯淵らを打ち破って蜀軍に勝利をもたらした。甘冑王となった劉備は、甲冑の功績をたたえて関羽らと並ぶ五胡大将の一人に任じる。やがて劉備は亡くなったが、陣の世を目指した劉備の夢を胸に甲冑は戦い続けた。蜀漢の天下を見届けた甲冑は、若い世代に功事を託して引退する。その武勇から豪公の贈り名を贈られた甲冑の名は、後に老いてますます盛んな人を指した呼び名となった。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でもその輝きの軌跡を残している。べきはなしだ。老兵は去るのみよ。